はい、どうも、ヒアリセです。どうも、カインです。今日なんですけども、はい、エアジョーダン1ローと、はい、エトラスのコラボなんですけども、はい、まあ今年ね、はい、オリーブが出るという話があるんですけども、はい、で、しかもね、それが、はい、まあエアジョーダン1とのコラボ最後じゃないかっていう話がね、はい、ずっと出てきてたんですけども、はい、ここに来てですね、もう一足出るんじゃないかみたいな噂もちょっと出てきているので。まあちょっと噂なんですけどね。はい。はい、まあ今日はそのあたりをやっていけたらなと思います。はい、その他リーグ情報がいくつか出てきてるんですか？そうなんですよ。はい。3月発売予定で以前紹介させてもらった、うん、ナイキ S3 とエアジョーダン4の新情報が出てきているのと、はい、今後発売予定のジョーダン1廃用時の新作の情報であったりとか、うん、出てきているんで、ちょっとご紹介させてもらいたいなと思ってるんですけど。はい。はい。このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーグ情報や最新のニュース情報を動画でお伝えするチャンネルとなっております。チャンネル登録のご存じでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムもやっていますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になった方の方よろしくお願いいたします。失礼します。はい。はい。いや、早速なんですけども、そうなんですよね。ポーンショップと、はい、ナイキ SB ダンクハイの、コラボなんですけども、はい、2023年、まあ、今年発売予定ということなんですね。はい。これね、ちょっと見てもらいたいんですけど、ナイキの方から、こう写真が出てきまして、発売が近いんじゃないかって言われている、カルフォルニアのコビニアにあるスケートボードショップで、うん、ポーンショップとナイキ SB ダンクハイのコラボ、まあ、以前にも紹介されてもらってるんですけど、うん、これ、去年出なかったっすね、これね。そうですね。はい。うん、で、本日ナイキの方からこう写真が出てきまして、まあ、発売が近いんじゃないかって言われてるんですけど、うん、具体的にはね、あの日程はね、変えなかったんですよ。はいはい。はい、ただナイキのほら更新が出てるんで、まあこの春中にね発売されるんじゃないかなと思うんですけど、はい、これ以前にもさせてもらってるんですけど、うん、ブラックとブラウンと一部ゴールドのカラーで構成されてるで、うん、でまあ使われてるのはスムースレザーとか使われてるんですよね、これね。うん、はい、アッパーのあたりとかはブラックのレザー、ボックスのあたりとかはまあ色が分かりにくいと思うんですけど、これブラウンのカラーになってるんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。はい。でまあアンクのあたり見てもらいたいんですけど、まあゴールドの色で羽のデザインが落とし込まれてるんですけど、うん、でまあそのまたゴールドのカラーで中端のダンダグの部分が、ナイキ SB って書いてまして、でちょっとねこのナイキ SB って書いてる中端のダンダグの裏側見てもらいたいんですけど、はい、そこにこのポーンショップが2010年に始まったっていうようなことが書かれてるデザインになってるんですけど、なるほど、そうなん、海外のスニーカー掲載で書いてたんですけど、うん、ソックスライナーの部分が若干ねブラウンベージュのようなカラーになってるんですけど、うん、これねよく見るとねスエードなんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。はい。で、インソールちょっと見てもらいたいんですけど、片方は、ポーンショップのお店のロゴと、うん、もう片方にはナイキ SB っていうになってるんですよ。なるほど。はい。僕ね、この一足ちょっと欲しいんで。かっこいいですよね。あ、そうなんですよ。うん、発売されたら狙いたいんですけど。あとね、ところどころね、ゴールドの糸で、ソーイングされてるのもちょっといいなと思ってるんですよ。まあ、ステッチっぽくなってますよね。はい。まあ、以前がよく言ってるんですけど、僕らっていうのは、ブラックサルが多いんで、うん、こういった靴結構好きなんですよね。あと、シューライズもね、はい、3本ほどついてるというところと、はい、まあ、はい、ブラウンとブラックの、はい、太いものと、あと黄色とね、はい、黒の、ラインが入ったもの、はい、細いものになるんですけども、その3本がセットについてて、はい、しかも、はい、シューレースの先っぽは黄色なんですよ、ね、いずれもそうなってるんですよね。はい、はい、中がかっこいいですよね。そうなんですよ、うん、はい、まあ、これに関して箱は写ってなかったんですけど、まあ、ナイキのほらこう写真が出てきまして、うん、まあ、こういった感じでいろんな角度が、ね、写真が出てきているんですけど、これちょっと欲しいなと思っているんで、うん、まあ、日本のスケートボードショップの方でおそらく抽選の情報とかまだ出ると思うんで、うん、まあ、日本のスケートボードショップの方で、まあ、抽選申し込んだりとか、まあ、できればスニーカーズの発売だったらオンラインチャレンジしたいなと思っているんですけど、まあ、まだ発売日はね明確じゃないんですけど、あ、そうなんですよ、ね、もうまだ情報出てきましたら、はい、こちらで紹介できたらなと思います。で続いてなんですけども、はい、ナイキ SB ダンクローのグレイガムですね。そうですね。こちらも2023年発売予定ということですね。はい、まあ、以前にこれ製品ショットとしてご紹介させてもらったんですけど、うん、ヤンキーキックスさんの方が自身のソックスに合わせていろんな角度が撮ってる着画の写真を投稿してくれてたんで、うん、また見てもらいたいんですけど、後ろの部分とサイドソールの部分がホワイトのカラーになってまして、で、まあ、一応これダウンソールになってるんですよね。はい。で、トゥーボックスあたりとかサイドパネルの部分のこのグレーのレザーっていうのは、精度の素材が使われてっていうふうに海外のスニーカー掲載で書いてたんですけど、うん、これ以前もさせてもらってるんですけど、終端の部分もこれ精度が使われてるんですけど、すごくザラザラした精度になってるんですよね。そうですね。そうなんですよ。うん、はい。で、まあ、それ以外の部分で言うと、ホワイトのスウッシュの部分はタンブレザーになってまして、まあ、これ一応オレンジレーベルということで、まあ、限られたスペードショップの方で売られるので、終端の部分のタンタグのスウッシュがオレンジになってるんですよ。ああ、そうですね。そうなんですよ。はい。シューレースのね、先っぽもオレンジ。あ、そうなんですよね。うん、ヤンキーキックスさんの方がホワイトソックスに一部差し色でオレンジのカラーを使ってる。ああ、そうですね。まあこれもシンプルながら使いやすそうなやつですよね。そうなんですよね。はい。まあグレーガムであったりとか、ホワイトガムであったりとか、ブラックガムっていうのが今年発売されると思うんですけど、まあ楽しいですね、これね。はい。はい。
で続いてなんですけど、J4 とナイキ SB のコラボなんですけども、続報が出てきてるんですか？はい、はい、実はこれ去年の話になるんですけど、うん、僕がちょっと信頼を置いているリーカーアカウントサイトの方が、まあ、ストーリーズの方で、何か質問あるっていうふうにやってた時に、うん、ちょっとポロッと言ってたことがあったんですけど、これちなみにこれ去年の話になるんですけど、うん、エアジョーダン4とナイキ SB のコラボで何かニュースありますかって聞いてる人がいたんですよね。はいはい、でそれに対して今まで出てきているカラーウェイとは違うもので来ると思うよっていうふうなことをポロって答えたんですよ。はい、でその時にこれ見た時に、うん、以前ちょっとこれ見てもらえないんですけど、エアジョーダン4とナイキ SB のコラボでブラックキャットのカラー落とし込んでるものを以前紹介してるんですよね。あれね、かっこいいから欲しいなって言ってたんですよね。そうなんですよ。はい、であれサンプルなんで発売どうなるか分かんないんですけどみたいな話してたんですけど、うん、でそれ以外のカラーで何か出るのかなと思ったんですよね、この質問の答え見た時に。なるほど。はい、でそれ以降何も情報出てきなかったんですけど、うん、本日こういった風にモック画像ともにですね、この、パイングリーンって言われるカラーでナイキ SB エアジョーダン4のコラボが発売するって出てきてるんですよね。はい、しかも具体的な日程まで出てきてるんですよ、これ。これが3月の20日なんですよね。そうなんですよ。もう2ヶ月後の話になるんですけど、出てきまして。いいカラーですね、うん。ただね、これ3月の20日の発売の情報が出てきてるんですけど、うん、実物じゃないですよね、これね。まあまあそうですけど、ね。そうなんですよ。でもこのカラーリングできたらちょっと欲しいですね。そうなんですよね。しかもこのパイングリーンのカラーといいますか、ホワイトのグリーンのカラーってダンクとかでも結構人気ありますからね。ああ、そうですね。そうなんですよ。まあこれはダンクじゃないんですけど、エアジョーダン4と、ナイキ SB のコラボで、まずこういったものがリリースされるんじゃないかっていう情報のイデアなんですけど、あともう一色ね、リリースされるっていう情報があるんですけど、うん、それが、以前紹介させてもらった、ブラックキャットのカラーを落とし込んでるものになるかどうかっていうのは、まだ分かんないらしいんですよね。ああ、そうなんですね。はい。もしかしたら、以前サンプルで紹介させてもらった、うん、エアジョーダン4とナイキ SB の、ブラックキャットのカラー以外で来るかもしれないっていうふうに、介護の追加ケースに書いてたんですよね。なるほど。はい、もし、ブラックキャットのようなカラーで分かってたら、カラーウェイとかも、多分ブラックの名前とか入ってると思うんですけど、うん、全然ね、詳細書いてなかったんで。なるほど。はい。もしかしたら、このファイングリーンと、まだ見たことないようなカラーで来るんじゃないかと思われるんですけど、これ楽しみですね。そうですね、このパイングリーンもなってたんですが、はい、全くホワイトっていう感じじゃなくて、ちょっと気になりながら、そうです、セールのガラカラーなんですよね、はい、それにグリーンってなかなかちょっといいですよね、はい、でちょっとね、ドルの値段見てもらいたいんですけど、225ドルってなってますよ、ね、あら、はい、これ日本で発売された時結構高いんじゃないかなと思いまして、2万5000円超えますかね、とか2万6000円ぐらいするんじゃないですかね、うん、はい、まあちょっとね、実物の投稿がないので何とも言えないんですけど、この感じで来るのであればすごく人気が高いんじゃないかなって、ね、思われるんですけど、そうですね、そうなんです、これはまた実物の投稿であったりとか分かり次第ですね、あともう他のね別色で何か来るかもしれないという話があるんで、うん、そのあたりまた分かり次第ですね、こちらでご紹介したいなと思うんですけど、そうですね、はい、はい、で続いてなんですけども、スリーといえばね、うん、他にもまあエアジョーダンフォードのコラボも気になるんですけど、うん、去年やらせてもらった情報でこれ覚えていらっしゃいますか、エミネムとカーハートとナイキ SB ダンクローのコラボが今年出るんじゃないかっていう話ありましたよね。ありましたね、もうすっかり忘れてました、はい、そうなんですよ、はい、ただねこれ以上情報出てきてないんですよね、うんうん、そうなんですよ、はい、まあ、ここにも書いてあると思うんですけど、まあ、エミネムとナイキのコラボっていうのはだいたい 95% ぐらいがサンプルの状態で終わってるっていうふうに書いてるんですよ、ね、ああそうなんですね、そうなんですよ、はい、で今回のこの今年出るかもしれないと言われているナイキ SB ダンクローとエミネムのコラボもすごく数が限られたリリースになるんじゃないかっていう話とかあるんですけど、うん、それ以外にその限られた少ないリリースっていうのは実はもしかしたら寄付目的になるかもしれないって話があるんですよね、オークションにかけてその金額をまあ寄付するんじゃないかっていう話はいろいろあるんですけど、物は出てきてないんですよね、これね。なるほど。はい。一般リリースされるかどうかわかんないんですけど、うん、まあ、これに関してもちょっと気になる話なんで、まだ引き続きね、ちょっと、ま、情報でしたいですね、こちらご紹介したいなと思うんですけど。はい。はい、で、続いてなんですけど、はい、エアジョーダン2、ウィメンズになるんですけど、はい、モスリンですね。あ、そうなんです。こちらの方は1月の26日発売予定ということで、はい、その後またアップデートされてます。あ、そうですね。ジャンブランドから2枚ほどね、オフィシャルの写真が出てたんですけど、うん、ナイキの方から、まあ、こういった風に改めて公式写真が出てまして、うん、で1月26日発売予定というふうに書いてるんですけど、僕がよく見てる EU のリーカーバンドサイトも1月26日にこれね、発売情報入れてたんで、はい、で、このタイミングでナイキの方からこうした写真が出てきているんで、1月26日の発売間違いないんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、以前にご紹介させてもらってるんですけど、これ前ね、エアジョーダン2のウィーメンズでクラフトっていう名前だったんですけど、うん、通称の名前がね、モスリンっていうふうに変わってるんですよね。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。うん、はい。まあ、ホワイトをベースに、キナリのカラーであったりとか、ブラウンのカラーで構成されてる、このエアジョーダン2になるんですけど、まあ、面白いのはこのね、サイドパネルの鱗状の部分の下に、オレンジとピンクのようなカラーのレーザーが一番、挟み込まれてるんですよ、ね。ああ、そうですね。はい。で、それが少し、
はみ出て見えてるっていう感じなんですけど。そうですね。そうなんですよ。うん、はい。まあ、全体的にね、ホワイトのカラーと薄いベージュのようなカラーで構成されているこのエアジョーダン2なんですけど、春先に使っていただけそうな、まあ、安くしい感じのカラーといいますか。まあ、いい感じのカラーなんですよ。でもこれ、ウィンズなんですよね、はい。そうなんですよね。今月後半に発売されると思うんですけど、これ、完売するんですかね。どうですかね。はい、次もね、はい、エアジョーダン2なんですけど、今年ちょっとエアジョーダン2の発売数が多いんですよね。エアジョーダン2のウィメンズでソフトピンク、ね。はい。こちらは8月の31日なんですね。あ、そうですね。はい。まあ、同じね、エアジョーダン2でウィメンズでこういったものが発売されるっていう話を、まあ、抑え的な感じでね、やらせてもらいたいんですけど、うん、この8月に発売予定になっているエアジョーダン2のソフトピンクに関しては、モック画像なんですよね、これ。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。まだ、実物の投稿がないんですけど、まあ、パッとモック画像を見たときに、まあ、1月26日発売予定のモスリンのカラーにすごく近いなっていう感じがするんですけど、ソフトピンクってあるエアジョーダン2のウィメンズの方が、まあ、8月ぐらいに発売されるということで、まあ、今年もエアジョーダン2多いなっていう感じなんですよね。そうですね。そうなんですよ。はい。はい、続いてなんですけども、はい、エアジョーダン1廃用時のウォッシュとブラックですね。こちら6月の10日発売予定なんです。ね、レースを通してない写真であったりとか、うん、まあ手に取ってる持ってらっしゃる方の投稿にやらせてもらってたんですけど、はい、これね、モック画像の段階では、2021年に発売されたエアジョーダン1廃用時のスーパーロイヤルの、まあ、作りでくるんじゃないかっていうのをやらせてもらってたんですけど、はい、ちょっと違ったんですよね。そうなんですよね。はい、で、新たにこのエアジョーダン1廃用時のウォッシュとブラックなんですけど、まあ、持ってらっしゃる方の投稿で、こういったふうに、まあ、シューレースを通していろんな角度が撮っている、ちょっとかっこいい感じの写真が出てきたんで、ご紹介させてもらいたいんですけど。これ、ブラックというよりか、グレーに近い感じがしますよね。やっぱり、ウォッシュドブラックということなんで、ブラックが色落ちしているような感じで、まあ、グレー寄りになっていると思うんですけど。なるほど、はい。ハイパーロイヤルとの違いっていうのは、実はスウッシュの部分が、これ、ステードになっているんですよ、ね。そうなんですよね。そうなんです。ハイパーロイヤルは、スウッシュの部分が、これ、ステードになってなかったんですけど、あのあたりのこのグレーのレザーの部分っていうのは、毛足の長めのステードになってまして、うん、で、トゥーボックスやったりとか、サイドパネルのこのホワイトのレザーは、スムースレザーなんですよね、うん、はい。で、ちょっと面白いなと思ったのが、アンクルのあたりに使われている、このグレーのスエードの素材のカラーと、スライのあたりとアンクルの部分は、これ、スエードレザーが使われてるんですけど、うん、若干濃淡があるんですよね、これね。まあ、素材もなんか、ちょっと違いますよね。はい、どちらかというと、このあの、濃いグレーの方が、はい、毛足長めですよね。そうですよね。うん、はい。で、サイドソールの部分が、まあ、若干ヴィンテージ加工じゃないですけど、まあ、セールのカラーになってまして、うん、まあ、いろんな角度を撮ってる写真があるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、僕、これ見たときに、やっぱ欲しくなりましたね。うん、まあ、かっこいいですよね。そうなんですよ。うん、はい。まあ、6月10日の発売予定なんで、うん、半年ぐらい先話なんですけど。そうですね。そうなんですよ。はい。で、これと、また、同じようなシリーズで、フェーズになるんじゃないかって言われている、エアジョーダン1廃用時のウォッシュドピンクってあるんですけど、発売の夏頃じゃないかって言われている、このウォッシュドブラックに似てるようなモデルで、ウィメンズになるんですけど、エアジョーダン1廃用時のウォッシュドピンクっていうものが発売されるんじゃないかって話があるんですよね、これね。はい。ただこれ、モック画像が2パターンありまして、うん、エアジョーダン1廃用時のハイパーロイヤルベースっぽいものと、あともう一つは、うん、去年ウィメンズで発売された、ウォッシュドデニムってありましたよね。はい。はい。それのパターンに似ているような、モック画像が出てきるんですよね。ああ、どちらかでいくって感じなんですね。そうなんですよ。はい。で、これ、いずれにしてもね、まだね、出てきてないんですよ、実はね。はいはい。そうなんですよ。なんで、どっちなのかわかんないんですけど、一応、今こういった風に2つモック画像がありまして、うん、まあ、僕的には、まあ、これ、有名図になるんですけど、ウォッシュドブラックのような、まあ、いわゆる、スエードの素材で、デニムの素材が使われてない方で着てほしいなと思ってるんですけど。なるほど。はい。ただ、実物はないですよね、これね。そうなんですよね。はい。まあ、これも楽しみなんですけど。はい。で、続いてなんですけども、エアジョーダン1ハイのゴルフなんですね。そうなんですよ、ね。それのパンダという。あ、そうなんですよ、ね。で、こちらも2023年発売予定。はい。わりかしね、ゴルフ仕様のものって発売されてますよね。あ、そうなんですよ。はい。うん、で、内容がおはしゃぎができまして、うん、パンダベースなんですよね、これね。これね、普通に出してほしいですよね。はい、それでね。関係なく、ね。ああ、そうなんですよ。はい。で、このエアジョーダン1ハイのゴルフなんですけど、うん、まあ、このホワイトとブラックのこのカラーになってるんですけど、まあ、インソール部分見てもらうと、ジャンプマンロゴのとこに、まあ、ゴルフって書いてるんですよね。はい。はい。で、アウトソールちょっと見てもらいたいんですけど、アウトソールはゴルフ仕様ということで、溝がちょっと深めに入ってるんですよね。うん、はい。で、シューターの部分のタンタグは、まあ、ナイキエアじゃなくて、ジャンプマンロゴになってるんですけど、はい。なぜこれ紹介されてもらったかと言いますと、ちょっとね、これ見てもらいたいんですけど、最近僕らエアジョーダン1ローであったりとか、うん、エアジョーダン1ミッドのパンダのカラーを結構紹介されてもらってるんですよね。そうですね。はい。で、その中でこのゴルフ仕様のエアジョーダン1ハイのパンダが出てたんですけど、
これナイキの交差人が出てきているんで、以前紹介されてもらったものであったりとか、このゴルフに関して発売が近いんじゃないかと思われるんですけど、うん、やっぱりこのね、2月の15日発売予定のエアジョーダン1ハイ85のパンダがリリースされるんで、それに合わせてリリースするんじゃないかと思われるんですけど、ね。ああ、そういうことなんですね。はい。うん、あのナイキっていうのは、うん、ナイキダンクロのパンダが、まあ、割とスマッシュヒットといいますか売れてまして、うん、でまああのたびたびリストが来るんですよね、うん、で市場受けがこのパンダのカラーっていうのはすごくいいので、まあ、こういった風にパンダのカラーであのミッドであったりとかゴルフのモデルを85が発売されるタイミングでリリースするんじゃないかとちょっと思ってるんですけど、うん、はい、まあでもこの85 の, あのパンダなんですけど、はい、これは絶対欲しいですね。欲しいっすよね、これね。はい、2月の15日なんで、まあ来月発売予定なんですけど、まあ公式写真も出てきているんで、うん、これについてはストックスであったりとか、ちょっと出次第ですね、また85のね、このパンダについてやりたいなと思っているんですけど。はい。はい、続いてなんですけれども、フラグメントとエアジョーダン1ハイの、サンプルの情報ですか？そうなんですよね。これはまあリリースされてないんですけど、うん、フラグメントとエアジョーダン1ハイ OG、2014年に発売されてるんですけど、うん、あれはブラックトゥーやったんですよね。はいはい、で、今回出てきてこのサンプルっていうのは、まあ、ブラックトゥーじゃなくて、ブラックと、まあ、ロイヤルのカラーもブロッキングになってる仕様になってるんですけど、で面白いのがこれね、クロコダイル、プレミアムクロコダイルレザーが使われてるっていうわけです。なるほど。確かによく見ると、クロコダイルっぽい感じのレザーなんですよね。まあそんな感じのね、デコボコ感がありますよね。はい、そうなんですよ、うん。サンプルコレクターの方がこれ持ってまして、まあまだリリースされてないけど、まあこれ世に出ることはないと思うんですけど、こういったものがフラグメントでエアジョーダン1ハイ OG で使われてたっていうことで、海外のスニーカー経済に紹介されたんですけど。こういうの出してほしいですけど、ね。あ、そうなんですよね。は、う、い、ん。で、まあかかとの部分にね、ちゃんと、まあ、フラグメントの、まあ、フラッシュマークといいますか、うん、あの、雷のマークが入ってるんですよね。これはあの、はい、フラグメントのコラボじゃなくてもいいんで、普通にね。そうなんですよね。ね、はい、このレザーの感じでやってほしいですよね。そうですよね。そうなんですよ。はい。でね、まぁ、あ、ちょっと話は変わるんですけど、うん、まぁ、あ、ロイヤルといえば、まぁ、あ、以前にも多少やってるんですけど、うん、エアジョーダン1ハイのリーマジンドシリーズで、まぁ、あ、ロイヤルのカラーが出るんじゃないかっていう話があるんですよね。は、う、い、ん。これ僕らの古い動画でやってるんですけど、はい、今のところ2024年じゃないかって言われてました。まぁ、あ、来年の話にやるんですけど、うん、まあ、こういった風に僕画像もできてまして、まぁ、あ、ロイヤルのカラーなんですけど、まあ以前に言ってるんですけど、一部製造素材が使われてるって話なんですよね。はあ、去年発売されたエアジョーダン1汎用でロスト&ファウンドであったりとか、3月11日発売予定のエアジョーダン3のリーマジンのホワイトセメントのように、ちょっと古びた感じっていう感じではなくて、違う素材のもので、このロイヤルが作られるって話なんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。うん、はい、あ。まあこれも楽しみですけどね。そうですね。はあ、ただまあ、ちょっと発売に関しては来年の話なんで、うん、まあ出るかどうかはまだと噂の段階なんですけど、生物の統合があり次第ですね、これもまたご紹介したいなと思ってるんですけど。まあイマジンドシリーズでと今年はね、はい、あの23年に発売されるのは、はい、あ、ブラックトゥーですよね。そうなんですよね、はい、その話が出てきてと、まあそれも確定じゃないんですけども、はい、まあ噂ではそうじゃないかと、ね、はい、いうことで、今のところまあホリデーシーズンじゃないかと言われてるんですけど、はい、はい、楽しみですよね。そうなんですよ、はい、はい、はい、続いてなんですけども、はい、珍しくイーボックと、ニードルスのコラボの話です。そうなんですよ、ね、はい、これに関しては1月の7日発売予定で、ビートニックモックって言われる、まあベージュのカラーとブラックのスエードの素材のモデルで、はい、まあ、そのデザインに見られるようなバタフライ目が入っているんですけど、はいはい、あ、ちょっと面白かったんでご紹介させてもらいたいんですけど、うん、ちなみに、まあ、僕は持てなかったんですけど、90年代にリーボックのビートニックっていうのがちょっと流行ってたんですよ。あ、で、まあ、これに関しては、モックなんで、あの、僕が言ってるサンダルのバージョンとはちょっと違うんです。ビートニックモックとして1月の7日に、今、ニードルスのコラボで発売されるんですけど、はい、で、これ見たときに、まあ、先ほど言ってたんですけど、90年代に、まあ、このビートニックのサンダルがね、ちょっと流行ってたんですよね。うん、まあ、そのことちょっと思い出したんですけど、まあ、復刻でこういった風にリーボックの方で、このビートニックのサンダルも売られてるんですけど、うん、当時の記憶なんですけど、今は違うと思うんですけど、90年代のリーボックのビートニックって、これね、ブラジル製だった気がするんですけどね。そうでしたっけ？やったような気がするんですけど、この辺ちょっとね、90年代に持ってた方で、知ってらっしゃる方がいましたらですね、あの、コメント欄にちょっといただきたいんですけど。いるかな確かね、僕がね、振り合い見た時にね、ただのね、ブラジルって書いてある気がするんですよ。あ、そうなんですか。なんか急に思い出したんですよ、そのこと。はいはい。はい。っていう話なんですけど。はい、はい。続いてなんですけども、はい、トラビス・スコットとエアー・ジョーダン1のコラボ続報ですね。あ、そうなんですよね。はい。まずね、3月の25日に、トラビス・スコットとエアー・ジョーダン1の OG のウィーメンズで、うん、オリーブっていうものが発売されたのが始まってたんですよね。はい。はい。僕はこれ楽しみなんですけど。これで、まあ、はい、ウィーメンズなんですよね。そうなんですね。日本ではちょっと大きいサイズもね、売ってほしいなと。まあ、期待したいなっていう感じなんですけど。はい。で、このね、エアー・ジョーダン1ローとトラビス・スコットのコラボのオリーブに関しては、まあ、以前からさせてもらってるんですけど、トラビスがエアー・ジョーダン1とのコラボ
ラボは、これが最後になるんじゃないかっていう話が、まあ、噂といいますか、あるんですよね。そうなんですよね。なので、まあ、去年ね、発売されたブラックファントムっていうのは、はい、メンズではもう最後やったんじゃないかっていう話がね、ずっとあったんですけども。はい、でね、これ、去年の暮れぐらいに、2カ所ぐらいが言ってたリークがあったんですけど、はい、ちょっとね、この写真見てもらいたいんですけど、3月の25日に発売されるんじゃないかって言われているオリーブとともに、うん、もう一つ、リバースノワールっていう以前紹介されてもらったトラビス・スコット自身が入ってたモデルがあるんですけど、うん、この写真を使ってこれをリリースされるんじゃないかっていうことをやったんですよね。こちらはメンズになる予定なんですね。そうなんですよ、うん、はい、でこのリバースノワールなんですけど、うん、ストって言われているオリーブとともにこれも、うん、あの最後に発売されるんじゃないかっていうふうなことが書かれてるんですよね、うん、なんで2つ発売される噂があるっていうふうに情報が出てたんですけど、ただこれに関しては以前このリバースワールに関してはサンプルで終わってリリースされることはないんじゃないかっていう話があったんで、うん、このリークアカウントサイト2カ所が言ってた情報を今日やらなかったんですよ。はいはい、はい、そうなんですよ、うん、はい、でやらなかったんですけど、これ昨日の動画の話につながるんですけど、うん、僕らがよく見ている海外のスニーカー系サイトで、ハウスオブヒートっていうサイトがありまして、はい、そちらの方が2023年に発売されるジョーダンブランドの新作をいくつかまとめて、こういった投稿をやってたんですよね。まあ昨日それをね、動画の中でも紹介させてもらったんですけども、はい、で、この写真見てた時にちょっと思ったんですけど、うん、3月25日発売予定のオリーブを映ってるんですけど、うん、それ以外にサンプルで終わるんじゃないかって言われてるこのリバースノワールも入ってたんですよね。あ、入れてるんですね。そうなんです。これに気づいた時に、まあ去年確かに一部のリークアカウントサイトがリバースノワールも出るんじゃないかって言ってたんで、うん、このハウスオブヒートの投稿を見た時に可能性あんのかなってちょっと思ったって話なんですよね。まあ来てほしいですけどもね。はい。まあちなみにトラビスが履いているこの写真見てもらいたいんですけど、うん、この写真なんですけど、結構ね、いろんなところシェアされてたんですよね。なるほど。あ、で、出るんじゃないかって言われてたんですけど、最終的にこのオリーブのウィメンズダモデルが3月25日に出るっていうふうな話に変わってたんですよね。そのワールに関しては上手にできなかったんですけど、まあハウスオブヒートの方がこういった投稿してたんで、ちょっと可能性あるのかなと思ったんですけど、ただ他のリークアカウントサイトで僕が信用しているようなサイトっていうのは一切このことについては触れてないんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ、うん、はい、なんで、まあ、今のところちょっとまあ出るのは怪しいかなと思ってるんですけど、はい、はい、まあちょっとね希望的な、そうなんですよ、願望もちょっとね、はい、入れながらメンズのサイズにありますからね、これに関しては、ね、まあ出てきてほしいなって感じですね、はい、思うんですけどね、はい、はい、僕は結局ね、トラビス・スコット、はい、一足も持ってないという状況ですからね。持ってないですよね。はい。なんで3月25日のウィメンズのオリーブに関しては、うん、おそらく日本での展開は僕のサイズなんとかありそうな気がするんで、まあ、定価で書いたらいいなと思うんですけどね。そうですね。おそらく3月25日は生放送します。そうですね。書いたかどうか、ね、っていうね、また生放送でお伝えできたら、ね。生放送すると思うんですけど、カッコ借りたと思うんですけど。はい。まあ今後もね、でもトラビス・スコットとのコラボっていうのは、はい、まあ、映画ジョーダン・ワンロー以外にも出てきますからね。そうなんですよ、ね。ちょっと見てもらいたいんですよ。まだね、物が出てきてないんですけど、噂の段階では、ついトラビスはエアジョーダン7を使って何かコラボするんじゃないかっていう話があるんですよね。どんな形になるんでしょうね。そうなんですよ。まだ全然ね、目画像とかもないんですよね、これに関しては。そうなんですね。割かしね、はい、エアジョーダン7って、白ベースのものがね、多いイメージ、はい。ああ、そうですね。でもこの間のね、オリンピック仕様のトロフィールームとかのね、はい、コラボも、ホワイトベースでした、ね。ああ、そうなんです。まあ、あれはバルセロナのオリンピックモデルを、うん、まあ、オマージュしてるような感じになるんですけど。まあ、今回ね、トラビス・スコットとの、はい、コラボってなってくると、やっぱりアースカラーになってくるのかなというふうにちょっと思っちゃうんですけどね。シックスのにポケットとかね、ついてましたからね。あ、ポケットね。ありましたよね、なんかね。そういうのね。そうですよね。ポケットどうなんのかなっていうのも気になるわけですよね。はい、あとまあ本人がね、履いてないんでね。おそらく本人が履いた写真が出てきて、動画共有されるっていう話だと思うんですけど。そうですよね。はい。はい、まあこちらも楽しみだなというところなんですけども。はい、それ以外そうなんですよね。はい。エアージョーダン4もね。話としては出てきてるんですね。そうなんですよ。はい、2023年か2024年にトラビス・スコットがエアジョーダン4でもう一回コラボするんじゃないかっていう話がありまして、うん、まあ、今見てもらってるのはサンプルでまだリリースされてないエアジョーダン4とトラビス・スコットのコラボのオリーブになるんですけど、うん、はい、オリーブのカラーになるのかモカのようなカラーになるのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、何が出るんじゃないかっていう情報があるんですよね。そうなんですね。そうなんですよ。これは人気でしょうね、かなりね。そうなんですよ。ただ、全然情報もないですよね、これもね。うん、今のところ情報としては、3月25日のトラビス・スコットとエアジョーダン・ワローのコラボのウィーメンズのオリーブの方が、話としては硬いかなっていう感じですよね。そうですね。はい。まあ、そっちの方が確実にチャレンジはするかな。そうなんですよ、ね。いう感じですよね。まあ、ソックスの方とかね、まだ分かり次第ですね、こちらでご紹介したいなと思ってるんですけど。そうですね。はい。で、それに合わせて多分ね、アパレルとかも出れると思うんで。あ、そうですよね。だと思うんで。はい。はい。
まあもうあれですね、正月も早いもんね。そうっすね、3日1月3日になっちゃったんですけど。そうなんですよ、ね、まあ僕でお休みはね4日までお休みなんで、はい、皆さんお休みいつまでなんでしょうね。明日から仕事の方結構いらっしゃるんじゃないですか、ね、あ、そうですかね。役所関係とか確か明日から開くと思うんで、はい、銀行も確か明日からだと思うんですけど、うん、接客業の方とかはねもう1月1日から働かれてる方がいいと思うんですけど。そうですね、もう早かったっすね。終わるの早いですね。そうなんですよね。オンラインチャレンジがね、この間なかったっ、ね。あ、なかった。してなかったですね。そうですね。うん、はい。まあ、僕らがもしね、次オンラインチャレンジするとしたら、うん、まあ今のところ1月6日に、ナイキダンクロールリバースブラジルが来てほしいなって話してたんですけど、うん、まだ出てきてない、ね。なさそうな感じもするんで、うん、まあ、1月14日発売予定でスニーカーズに来ている、エアジョーダン1ハイヨンジョのトゥルーブルーの方を、まあ、おそらくオンラインチャレンジするのかなと思うんですけどね。もう僕は確実にしますね。はい。チトゥルブルーが買えなかったら、はい。97のゴールドの方買ってもいいかな、はい。ああ、でも、あれ1月14日でしたね。そうなんですよ、ね。同じくそうでしたね。はい。まあ、今後もね、発売情報とか、はい、あと、トラビス・スコットのね、まつわる情報とか、まあ、ストック数とかもね、情報出てきましたら、動画でお伝えできたいなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒエレスでした。ハイドレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had about